You can enjoy this video in high quality. Yan K.皆さん、こんにちは。ジャパントラベラーの摩天楼です。今回は岡山県の倉敷美観地区を巡る旅をお届けいたします。この動画は視聴者の皆さんが実際に旅をしているような仮想体験する番組です。どうぞお楽しみください。倉敷美観地区。歴史ロマンとアートが香る美しい白壁の街並み。白壁の蔵屋敷、七子壁、柳並木の風景、情緒豊かな街並みが楽しめる倉敷美観地区です。伝統的な建物が作り出す街並みや倉敷川沿いのレトロモダンな風景が世界中の人を魅了し続けています。倉敷ホヌの倉敷デニムといった倉敷ブランドが揃うおしゃれなショップや町屋を改装したカフェなどが軒を連ね、一年中たくさんの観光客でにぎわいを見せています。倉敷物語館は南側の長屋門、塀、西側の路地がひときわ美しく、当時の景観が保たれています。建築年代は江戸期とされ、長屋門、土蔵などが当時の風情を現代に伝え、美観地区を訪れた方々に倉敷らしさの印象を与えています。大原美術館は倉敷の実業家大原孫三郎が自身がパトロンとして援助していた洋画家小島寅次郎に託して収集した西洋美術、エジプト、中近東美術、中国美術などを展示するため1930年に開館しました。西洋美術、近代美術を展示する美術館としては日本最初のものでありました。
倉敷川船流し。かつて物資を積んだ川船の往来で賑わった倉敷川。その風情を味わえる観光、川船が運航されています。ゆったりと進む船に腰を下ろして眺める白壁の街並みは川船流しならではの表情を見せてくれます。一艘の定員は6名で、利用料金は大人500円。5歳未満は無料です。5歳から小学生以下は子供料金で250円です。倉敷美観地区に訪れた際には、ぜひ一度ご利用になられてはいかがでしょうか。遊林荘、大原孫三郎が病弱な妻を気遣い、家族のために落ち着いた住まいを建てた和洋折衷の別邸です。見る角度によって緑色に光る瓦は、小島虎次郎が中国大陸を訪れた際に目にした孔子廟などの屋根瓦を模したものと言われており、地元では緑御殿とも呼ばれています。現在は春と秋の2回大原美術館主催で特別公開されています。倉敷は豊かな自然環境を背景に、農産物だけでなく水運にも恵まれて栄えた町。現在でも中国、四国地方の交通の要衝に変わりはありません。倉敷という地名は物資の中継地として、一時的に保管する場としての倉敷地であったことから付けられた名前です。明治以降は倉郷、倉敷紡績株式会社がよく知られるように、紡績産業が大いに盛んとなり、さらなる発展を遂げています。倉敷館、倉敷町役場として1917年、大正6年に建てられました。昭和3年には市役所機能が移転したが、建物は残され、倉敷市公益質屋、倉敷市農業共済組合事務所、倉庫などと利用され、昭和62年の改修後、現在では国の有形文化財にも指定され、観光案内所として利用されています。
倉敷デニムストリート。岡山県倉敷市で随一の観光地、美観地区に2014年11月に倉敷デニムストリートが誕生しました。岡山県、特に倉敷市を中心とするエリアは日本デニムの発祥の地であり、ジーンズの聖地とも言われていますが、そのエッセンスを凝縮したのがこの倉敷デニムストリートです。倉敷市、特に小島地区は県の西に位置する井原市とともに昔から繊維産業が発達していた地域でした。戦後アメリカから丈夫な綿織物であるデニム生地が入ってくると、倉敷では長年培われていた縫製技術を生かして日本の他の地域に先駆けてジーンズの生産が盛んになりました。1972年倉敷紡績が初の国産デニムを完成させ、翌1973年にはビッグジョンが生地から日本産の純国産ジーンズの生産を始めます。このように倉敷は日本のデニムの発展とともにある町であり、国産ジーンズ発祥の地でもあります。ジーンズ愛好者が倉敷をジーンズの聖地と呼ぶのはこのような歴史があるからなのです。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？これからも人気の観光地やあまり知られていない場所など、実際に旅をしたような動画を配信してまいります。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。